皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、MSI のプロジェクトゼロになります。プロジェクトゼロ。プロジェクトゼロというのは最近話題になり始めた背面コネクタマザーボードとケースになります。ああ、配線が表に出なくてスッキリするってやつね。ですです。で、このプロジェクトゼロなんですが、MSI では頭文字を取って、PZ という呼び名をしていくみたいです。PZ。ということで今回は、最近背面コネクタ対応ケースをいくつか触ってはいたのですが、実は完全に背面コネクタのパソコンは触ったことがなかったので、背面コネクタマザーボードも使って、見た目もスッキリしたパソコンを作っていきたいと思います。どんなパソコンができたか気になるところね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。今回使用するパーツの紹介から、まずはマザーボード、MSI-D650M プロジェクトゼロを使用していきます。こちらは AMD Ryzen 8000-7000 シリーズ用のマザーボードで、AMD B650 チップセット搭載。電源回路はダイレクト10プラス2フェーズ 80A SPS を採用しており、メモリは DDR5-7600 プラスメガヘルツ OC まで対応。ライトニング Gen 4 PCI&M.2、ライトニング USB 20GB と 2.5G LAN with Wi-Fi 6E を搭載しております。発売は今年の4月に発売したばかりの新商品で、価格は動画編集時点で最安34,045円です。背面コネクタマザーボードということで、普通のマザーボードでは本来表面にあるコネクタ類が全て背面に来ています。確かに普通のマザーボードに比べるとなんか変な感じね。ではせっかくなので裏面をよく見ていきましょう。まずこちらが ATX24 ピンコネクタになります。24ピンって普段から大きいので目立つ存在なのですが、それが裏に来るだけで表はかなりスッキリしますね。表面の24ピン部分はヒートシンクで覆われているため、かなりスッキリした印象です。横から見るとハンダ付けの部分が見えますが、パソコンに組み込んでしまえば見えなくなるので問題ないかと思います。こちらは CPU 電源側になります。こちらにもヒートシンクが覆いかぶさっており、通常のマザーボードと比べると電源回路のヒートシンクに合わせている感じでスッキリしています。確かになんかいいわね。メモリ上部のところにはシステム、ポンプ、CPU 核冷却汎用コネクタが付いております。こちらにはヒートシンク等はありませんが、後ほど実際に組んでみるとこのハンダ付けの部分は全く見えなくなります。なんか下にピンが生えていると置くときとか怖そうね。机の上とかにポンと置くと曲がってしまいそうで怖いですね。こちらは M.2 スロットとヘッダ類の部分になります。ヒートシンクが下部まで覆っており、これはかなりかっこいい見た目になっています。ひっくり返すとこんな感じでピンが並んでいます。SATA コネクタは4ポートあり、2.5 インチ SSD や 3.5 インチハードディスクにも対応しています。ヘッダ類などは、今までのものと同じものが付いているので特に変わった部分はありません。まさにコネクタ類が裏表逆になったって感じね。ですです。先ほどシュラミちゃんが、ピンが下にあっておくときに怖いと言っていたのですが、ケースに入れてから作業をするか、こちらの箱を開けると、このようにピンに合わせて内箱ができているので、箱の中でも作業することができます。ああ、これならピンの心配をしなくてもいいわね。それからもう一点、シュラミちゃん、PCIe スロットのこのシールなんで貼ってるか知ってる？あれ、こんなシール今までついてたっけ？こちらのシールなんですが、海外で子供のボタン電池の誤飲事故を防ぐため、海外出荷製品物には全部警告文書を入れる、という法律があり、そのためのシールみたいです。ああ、ボタン電池の誤飲事故は大変よね。なので、今後いろんなメーカーの製品にこういったシール等がついているかと思います。ということで背面コネクタマザーボード、MSI-D650M プロジェクトゼロのご紹介でした。次のパーツも行ってみましょう。シュラララ。続いてはケースのご紹介です。今回使用するケースは背面コネクタ対応ミニタワーパソコンケース、MSIMAG パノ M100RPZ になります。あ、PZ が出てきたわね。こちらのケースですが、背面コネクタ設計のケースとなっていますが、もちろん通常のマザーボードにも対応しております。なので、背面コネクタマザーボードは持っていないけど、このピラーレスケースは使いたいって人でも使用可能です。フロントパネルは 4mm 厚の強化ガラス製で270度パノラマガラスパネルとなっています。このフロントパネルは一体型ではありませんので、組み立ての時はバラバラに外す必要があります。トップには 360mm ラジエーター対応となっていますので、上位の CPU でも問題なく使用できます。また先ほどから簡単に開けていますが、上部に3つの埋め込みキャッチとポール状のストライカーを備えたツールフリー機構スナップフィットクリップスを採用しており、かなり簡単に着脱することができます。対応マザーボードはマイクロ ATX となるので、ATX マザーボードは使用できません。付属ファンは、サイドにリバースブレード ARGB ファン ×3、リアに ARGB ファン ×1 が付いています。リバースブレードファン。リバースブレードファンというのは、排気ではなく、吸気の効果があるファンのことになります。
なので、ピラーレスケースでありがちな側面排気ファンではなく、側面から空気を吸って、リアやトップから排気する形となっています。なるほど、それがリバースブレードファンなのね。ですです。裏面中央部分には ARGB ファンハブを搭載しており、サイドファンとリアファンの計4機は接続済みで、マザーボードに4ピンファンコネクタと ARGB コネクタ各1口、電源ユニットに SATA 電源コネクタを1本接続することで使用できます。大きさ的にもデスクにおけるサイズでいいかなと思います。こちらのケースですが動画編集時点で最安16,200円でした。個人的にいいなと思ったのがフロントのスイッチや USB がここにあることですね。こちらには電源スイッチ、LED 切り替えスイッチ、オーディオ、USB 3.2 Gen 1 Type A×1、USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C×1 があります。USB の数は最低限ですが、デスクの右側に置いて使用するには使いやすいかなと思います。ドライブベイも最低限となっており、2.5 インチ SSD×2 台または 2.5 インチ SSD×1 台足す 3.5 インチハードディスク ×1 台が固定できるようになっています。最近は M.2 スロットを複数搭載できるマザーボードも増えてきたので保存用ハードディスクを1台とか取り付ける方が多いかもしれませんね。ボトムカバーも標準装備されています。ただしサイドファンがあるため、後方から途中でカットされておりますが、奥行き 200mm までの電源ユニットが搭載可能です。ではこれらを使ってプロジェクトゼロパソコンを作っていきましょう。シュラララ。それではまずはケースにマザーボードを取り付けていきます。続いて CPU を取り付けていきます。今回使用する CPU は AMD Ryzen 7 7800X3D を使用します。現在最強のゲーミング CPU ですね。続いてメモリを取り付けていきます。使用するメモリは G-Skill Trident Z5RGB になります。簡易水冷は DeepCool の Mystique360 を取り付けました。取り付け方は以前、このクーラーの動画を出しているのでそちらをご覧ください。で、実は今回簡易水冷じゃなくて、最初クーラーにしようと思ったんですがちょっと問題があって簡易水冷にしました。何があったの？実は最初にアサシン 4S を取り付けてみたんです。そしたらですね。こちらわかるでしょうか？あれ？これ？そうなんです。PCI スロットとクーラーが干渉してしまったんですね。なのでこれだとグラボがさせないので今回簡易水冷にしました。マザーボードとクーラーによってはこういったこともあり得る可能性もあるのでご注意ください。M.2 を取り付けるのを忘れていたので取り付けていきます。取り付け方はネジを4箇所外して、ヒートシンクを持ち上げます。M.2 スロットは2箇所あり、どちらも PCIe4.0×4 となります。M.2SSD は MSI スパティウム M481TB を使用します。ヒートシンクを戻したら次に、グラボを取り付けていきます。まずは拡張スロットを外して、グラボを取り付けます。使用するグラボは MSI GeForce RTX4070 Super 12GB Gaming X-Slim です。長く、扱った RTX40 シリーズでしたが、スリムになっても冷却、静音性に問題のない MSI のスリムシリーズのグラボになります。最後に電源です。電源は MSI MAGA850GL PCIe5 を使用します。こちらは 850W の 80+ ゴールド認証で ATX3.0 に準拠、PCI Express 5.0 に対応した電源です。こちらをケースに取り付けていきます。このファンと LED のケーブルがごっちゃごちゃになっていてのれんを開けるようにして電源を入れていきます。ネジ止めをしたら完成です。ということで一通りパーツ入れが終わりました。で、今回はせっかくなので配線も細かく撮影していこうかと思います。え、配線処理ってあんた苦手じゃん。そうなんです。配線処理苦手なんです。個人的には配線処理が苦手なので上手にできるかわかりませんがそこら辺は温かい目で見てください。まああんまり期待していないわよ。え。シュラララ。では配線処理をしていくのですが、以前、とある BTO メーカーさんのリーダーさんが臭いものに蓋をする理論で細い線を太い線で隠していくといいと言っていたので細い線からやっていきます。ということでまずは簡易水冷系の細い線を取り付けていきます。ポンプファンをつなげて、CPU ファンもつなげるんですが、CPU コネクタにファンケーブルが届かなかったのでシステムファンの方につなげていきます。こんな感じですね。
続いては簡易水冷の USB コネクタを取り付けていきます。ケーブルののれんをかき分けて取り付けます。次に簡易水冷の LED をコントローラーと接続していきます。次にケースファンのコネクタを接続。LED コネクタも取り付けていきます。続いてケースについているスイッチ系のコネクタを挿していきます。またまたのれんというかジャングルをかき分けていってこちらに取り付けていきます。すごいケーブル量ね。これで細い系のものは終わりです。コントローラーのところの細かい線が結構ごちゃごちゃしてて見栄えがあまり良くないですね。なのでとりあえず細かい線だけを集めてまとめていきます。100円ショップに売っている結束バンドを使って要所要所にまとめます。とりあえずこんな感じでまとめました。後でまた調整をするので変なところはとりあえず。続いては簡易水冷とケース用の SATA ケーブルを取り付けていきます。次はオーディオと USB 関連を取り付けていきます。オーディオ、USB 3.0、 ライトニング USB 20GB。 続いて電源系を取り付けます。まずは CPU 補助電源、24ピン、グラボ用の 12V ハイパワー。気持ち的にはここで終わっておきたいところですが、今度はこのごちゃごちゃな配線をきれいにしていきましょう。まずは CPU 補助電源をリア側にしまっていきます。臭いものに蓋をしろ精神でファンケーブルの上に CPU 補助電源が来るようにまとめていきます。続いて24ピンなどの太いケーブルを使って全てのケーブルを隠していきます。太いケーブルはまとめるよりも横に広げるようにすると隠せる面積が増えて厚みも出なくなるのでおすすめです。一応こんな感じになりました。あんたにしては割と綺麗にまとめられたんじゃない？あくまで個人的な感想ですが、コントローラー部分の細い線たちは結構くせ者でしたね。太い線で細い線を隠せばそれなりに綺麗に見えるんじゃないかなと思います。配線警察の皆さん、お手柔らかにコメントお願いします。正面から見るとこんな感じ。ケーブルは簡易水冷のホースとグラボの補助電源だけですね。確かにかなりスッキリしてるわね。それではライティングの様子も見てみましょう。シュラララ。ということでこんな感じになりました。思っていたより配線が少ないっていうだけで綺麗に見えるわね。それはありますね。見た目もいいし、かなりスッキリしたといった印象が大きいですね。ではせっかくなので搭載したパーツ類の簡単な検証結果も見ていきましょう。シネベンチ R23? まずはシネベンチ R23 の結果から見ていきましょう。マルチが 17,592 ポイントと 17,013 ポイント、シングルが 1,651 ポイント、アイドル時の温度が46度、最高温度は 84.4 度と 86.9 度でした。ケース内での運用ですがしっかり冷やせていますね。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。続いては FF14 ベンチマーク。設定は最高設定で解像度はそれぞれでやってみました。結果はこちら。 4K はスコア 10,291、 平均 FPS72、 最低 FPS44、WQHD はスコア 20,377、 平均 FPS148、 最低 FPS91、 フル HD はスコア 30,380、 平均 FPS216、 最低 FPS106 でした。 4K でも十分遊べそうな結果ですね。サイバーパンク2077。
続いてはサイバーパンク2077。設定は最高設定のレイトレーシングオンで DLSS3 パフォーマンスで行いました。結果はこちら。4K の平均 FPS が 50.52、最低 FPS が 25.17。WQHD の平均 FPS が 108.55、最低 FPS が 55.48。フル HD の平均 FPS が 163.61、最低 FPS が 80.43 という結果になりました。重量級のゲームのサイバーパンクですが、DLSS3 を使うことで 4K でもギリギリ遊べそうな感じですね。ということで今回は、MSI のプロジェクトゼロを使った背面コネクタパソコンを作成してみました。あんた的にはどうだった？そうですね、表面の見た目がかなりスッキリするのはかなりいいかなと思いました。冷却性能の問題も特になさそうですし、これからいろんなカラーやバリエーションが増えたら選択肢としてはいいかもしれませんね。ファンコントローラーのところのケーブル用はちょっとどうにかして欲しかったけど。え、なんか言った。いや何も言ってないです。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん。ポン。またねー。